ははい、えー、皆さんこんばんこば、えー、今日は2016年2月月日日日の月曜日です、えー、今日もですね一眼動画についてのトーク、えー、今回は24回目になりますよろしくお願いいたしますえー、今日はですねちょっとあの大物ゲストですねお招きしてトークの方を進めていきたいと思います大物ゲストですね <laughs> <laughs> あの渋谷の、えー、銀融詩人である <laughs> いつもと同じやん。<laughs> <laughs> なんで指人になっ、まああの毎度のことながらね、えー、登場していただきます。アストロドラゴンさんこと、はいえー、龍之助さんです。はい、こんばんは。んんはよろしくお願いいたします。えー、前回はですね、えー、うんとバン TV さんのね、えー、バンドさんとお話ししまして、はいはい、<laughs> 非常にねあのー、波形的にも内容的にも、うん、あのー、すごく面白い。 ったです聞きましたよ。ねいねいい感じだったよねキャッチボール的にね、うんうん、特にあのスタビ寄りの <laughs> 話にねんか僕があのなんですか歩き方を解説しちゃったりとかね, <laughs> ねそういうこともありましたけど <laughs>、はい、まあ、えー、今日はですね、えー、何の話をしようかなってところでね、うん、あれなんですけどね,ですかねまあここ最近あの一眼動画ってったらねもう最近もうほんに と加速してますよね龍之介さんの技術技量 <laughs> あとまあ機材ここ半年でねそうですね、うん、でま,まあそうあとまあ加速してるのはチャンネル登録者数ね <laughs> <laughs>、うん、すごいよだってさ今日見たら86人になってましたよあそんなになってます、ね、86人ですよ 確かにそうですよねすごい人数ですよね86ですよだって1か月ぐらい前30人ちょっとですよね確かね違ったかなうんちょっと前そんなんでしたよねそう,そう確かにそれがなんかチャンネルがどうのこうのとか言い出して50になったと思ったら今86ですよだってさ商工会議所とかあのハートピアアンパチとかもういっぱいであふれてますよ多分 <laughs> それもなんか、ねうん、前回言った <laughs>、うん 前回のたうん多分ねもう溢れ出すようなレベルだから <laughs> ちょっとおっきなあのホールを借りるぐらいの、うんうん、レベルになってきました <laughs>、うん、でもねリスナーの皆さんまだあのね空き席はありますんでね <laughs> あのアストロドラゴンのチャンネルに行くとですね <laughs> あのボタンがありますんでね <laughs>、うん、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたしますと <laughs> いうことをまた言っておきます はい、あの動画とか見るとですね、うん、まあいろんなこう、まあ、個性的な、ね、映像がいっぱいあります、うんうん、かなりこう折れ <laughs> 感の強いようなわがまま動画がいっぱいありますでねあの見た後に <laughs> なんかね親指をこう立ててるやつを下げてるやつとね<ー>左と右とあるんですよあの右の方を押すの間違えるといけないんで <laughs> 左の方をこう押してもらうとね 大変アストロドラゴンさんが喜びますんでよろしくお願いしますなんか前とは出だしが似てるのね意外になんか嬉しいですよねあれね増えるとねそうですね一銭のお金にもなんないけどなんかあ見てくれてるんだっていうねあそうそうそうコメントもらうのと同じぐらいのなんか結構価値がポンってだって左左クリックするだけじゃないですか タップするだけじゃないですか、うん、すごいね基本的にだから誰が押したかってすぐ分からないじゃんか,かんない、うん、だからいいんでしょうねああまあねあ分,か分かるとすぐに、うん、で結局なんかそうねなんていうの,あの天体ブログじゃないけど、うん、ちょっとこうねああんか付き合いで押してくれてるのかそう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 だけどそれが分かんないとんな,いあなんか意,意外とね 僕の憧れのあの人が押してくれてるのかなとかさんか想像が膨らむでしょういらん想像が膨らむでしょううんそううれしいっすね86人ってすごいねこれ100人いったらパーティーですよねもうすぐですすかねもうぐだと思いますうん着々と自撮りやんなきゃいけないんですかね100超えると何かあるんですかね特権が自撮り特権あるんですか 自撮り動画？自撮りができるってこと？いや別に自撮りはゼロでもできるでしょ。知らないけど、なんかできるんですよね確かでも百人って。なんでしたっけ？ライブ。ライブあ歌歌うんですか？画像処理ライブですかね。ああ。できますよね。へえ。そうか。まあいろんななんかあるあるよね。あの YouTube ってなんかコミュニティのなんかなんかありますよね。なんかに参加できるとかさ。 うん、そっちの世界は全然ちょっとわかんないですけど、うん、うね、まあ発信ツールとしてね、あの利用させてもらってますけども、う,ね、うん、いやまあ今後もねこの一眼動画トークを続けていきましょう。はい。うん。で同時にあの天体写真もやめないようにね、よろしくお願いしますね。今やめてますから。今はね2月だからね。もほこりかぶってるねもうあの。 鏡も誇りだっけじゃないですか。実行 F 値が下がもう下がりましたよ多分暗くなりました。はい来月からかな。そうですね。はい。まあちょっと前置きはさておきですね。えーちょっと本題に入っていきましょうかね。何ですかね。えーと何ですかね。まあちょっとアストロドラゴンさんの方からなんか振ってもらいましょうかたまに。なでしたっけ？カメラ？カメラネタ？ んでです、ね、何ですかねね、うん、カメラネタですよ、ね、まあ結局のところ僕が想像するにこれ今聞いてもらってる方は別にどこの会社でもいいんですよソニーでもパナソニックでもニコンでもキヤノンでもいいんですけども一眼、まあの動画を、うん、えちょっとこうやってみようかなっていう人から、まあ、まあすでにやって,て、まあ、ね僕らよりもすごい結果を収めてるって人もいるでしょうし。うん,うん、うんうん でまあ、興味ある人ですよ、うん、方々に聞いてもらってる。で,、ねうんでまあ、僕ら持ってる今、ソニーで言うと、α6300 <ん>っていうのがそろそろ出てくると、うん、<ー>やっぱりより広く訴求するんだったら、ああいう普及価格帯の、<ん>うんまあ、注目度の高いような製品とかね、<ん>ああいうものがこう出ますよってことで、なんかこう、事前にいろんな妄想が膨らんでですね、<ん>ああ、ログが使えるとかね、<ん>あるピクチャープロファイルどうなのかなとかね。 いろんなこうカメラの、ね、設定とかあってでえた、ー、わら僕らは今、まあ、α7S2 っていうのを使っててそこら辺の機能っていうのは多分踏襲されてると思うから、うん、今後の,あの機種にねだからまあ、あのー、事前にね僕らが今、えー、使ってるいろんな設定とかあるじゃないですか、うんうん、あの辺のところで僕らがなんかレクチャーするっていうよりも 僕らがなんかこう考えたいなってそこをなんかトークで収録したいなっていうところですよねそうですよねピクチャープロファイルですかねじゃあそうそう PP って僕ら言ってるじゃないですかあれってピクチャープロファイルですよねそうですねうんそこなんだよねこれがちょっと奥が深くてですねなんかねよく分かんなくてですねうん僕も今 PP88 を使っててはい あれは SLOG3 のその敷居機が SGAMAT3 ドットシネってやつですねシネマのシネねそうそうをまあメインで使ってるんですけどまあいろいろ設定がねやっぱりいろんなネットさまよってるとですねいろんな検証してる人がいてですねちょっと今日も見てたんですけどはい あのまあ、その、ある、その方、僕は検索でヒットしたブログがですね、えええええっとですね、まあ、プロの方なんですよね、なんかどう、ええ、多分、どうやら。うんええ、で、まあ、まあ、英語のサイトだったから、まあ、多分外国にお住まいの方なんですけど、その方はですね、まあ、サブカメラに、はいうん、えー、まあ、α7s2 を押しててですね、うん まあプロだからそのね。ああ、業務機を持って業務機を持っんでね。で、サブで。サブで。ああ、アルファセメイ2を。そうそうそう。今まで 5D3 の、えっと、なんだかな。マジックランタンマジックランタンっていうあの、ちょっとハッキングしてね。あの、ロで取れるっていうそれを使ってたりするんですまあ、それと同じぐらいの、こう、クオリティというか。何がですか そのツあ、アルファセンーね。でまあまあいろんな条件はあるんでしょうけどまあまあちょっとパッとしかまだ見てないんですけどねちゃんと見てないけどああのまその人いわくえっとまあいろんなガンマがあるんですけどアルファセン7ツーにあのガンマっていうのはなんていうのかなうんそのなんていうんですかねえっとまあログとかまあその p p んとか4とかまあいろいろ中に入ってるね。はい。 カーブがあるんですけどいろいろとその中のシネ2シネ2っていう名前のカーブまあそええええええ p ええ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 えはいはいええ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 えね。はいえええいええ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 えてええ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 そうですね。その方はそのええ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 え その p p 八で出てくる、そのさっき言った S ガマット3ドットシネっていう。ちょっと待ってよ。えっと、もう一回ちょっと混乱するんであれですけど、PP、私が使ってる p p 六は、ガンマはシネ二ってやつですね。シネ二ですね。シネツうんシネ二っていうのは、まあ、簡単に言うと、まあ、その、いわゆるビデオ、ホームビデオ的なものと、よりももうちょっとこう、ログよりログよりっていうのかログよりガンマ。うん。 シネマ帳にカスタマイズしてるカーブなんですけど。パナでいうシネライクディーズ。ああ、ですでしょうね。なるほど。わかるであそれそれはガンマの話じゃないですか。それはそうですね、ガンマの話。で、それとまあ、セットで出てくるものが、じゃあどういう土俵の上でそのガンマカーブを使うかっていう、色の域。ああ、色と土俵うん。ガマットっていうんですよね。それを設定できるんですよね、いろいろ。 PP6 でデフォルトで使われてるのがシネマっていう土俵なんですけどフィールドなんですけど色のそれを変えれるんですよねそれを変えるその人が変えてるのはその P8 で使われてるさっき言ったあれですよ S ガマット3ドットね。に変更してますと変更できるんですか変更ででききまますすよ簡単に というかね、なんで多分 S ガマットっていうのはの色域が広いんですよね、きっと。広いんでしょうね。カラースペース的にはね。でしょうね。広いものを使えるにもかかわらず、デフォルトのプリセットっていうのは、色度座標、色度図で示すとね、なんか狭いやつを三角のね選んでしまってるというのは、何か整合。 うん、うん、分かんない <laughs>、うん、まあまあいいやうん分かんない、うん、でまあそこを変更するとより公式域な、えー、情報取得ができるようになるんですかね、うん、色のなんですけどもはいはいはいは、うんねうんまあ、いはいんだったらそのいは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 いがいはいいはいはいはいいは 面積的には。でもそれを使わずに PP8 のそいつを使ってて、いろんな理由があるんでしょうけどね。ちょっと分からなかったですけど、僕はそれを使ってます。じゃあ PP6 のプリセット、デフォルトから何を変更するのっていう話整理すると、カラースペースのところのところを色空間って書いたのかな色空間っていうところを え選択肢があってでその中でデフォルトはシ,シネ、うん、シネマデフォルトはシネマっていう、うん、シネマになってんのをより広い公式域の S ガマとドット何ドットシネ。ああというやつですねカラーモードですね今ちょっと見てるけど、うん、あカラーモードね名前、うんうんうん、了解です、うん、それに変えてるそうです、うん、何なんだろうね 広い敷域で撮るっていうのはその撮りたい、その人が撮りたい作りたい絵作りにも関係あるんでしょうけどその S ガマットっていうねカラースペースで撮るとそれを展開して表示デバイスつまりモニターで映し出すときにそれにこうカラマネ的にねそこに対応するようなもので観察しないといけないわけですよね。 まあ少なくとも公式機モニターであったりとか、うん、大丈夫ですか何か音が鳴ってますか大丈夫です、うん、そうそこがまず1点だからまあ整合性という意味で、うん、僕らが Web とかで使ってるウェブの基準である sRGB ですね sRGB、うんうん、の式機能が狭いんだとしたら、うん、いやそこで最終アウトプットするからもう狭いところでも最初からもう ね、同じところの背後を合わせるという意味では、うん、いいかもしれないんですよね。まあそうですよね。<laughs> まあその方プロの人だからディスプレイだけと限らないのかもしれないですけどね。あ<ー>まあワークフローが多分いろいろちょっと違うのかもしれないですね。でも、まあ、一番そのね、はい、その人が書いてるのはその死、ね、熱

あるんですよ。あるらしいんですよ。シネマ的なピクチャーとあ分かんないですけど。それよりファインで。で、そのマジックランタンのローモードと同等。同等。同じぐらいの。ええ、だってマジックランタンってあれローだから、何ビットですか ?12 とか4かな ?14 だと。16000回ちょあるわけですね。うん。いや、だって16384かなっていうのは、8ビットの 64倍あるんですよ、情報がね。そこと一緒だっていうんですかね。まあ、ファインだからね、あくまで。わかんないですよ、そのファインの指すところが。まあ、感覚的には、ノイズ感とかそういう意味かもしれないですけどね。耐えるということですかね。とにかくこう、絶賛してるわけですか賛 S はね、そこまで、使ってたんだけど、 まあそのやっぱり S2 に比べるとだいぶこうまあねあの個人の感想とはいえね何かすごい詳しいものですよね何か検証いろいろしててね動画でははいいそういうちょっと比較動画とかもちょっと今日ずっと見てたんですけどすごいんだ可能性を感じましたか可能性っまあうん何かでもすごいあれちゃんと見ればうん ちうん設定とかまああるでしょうし、うん、だからねこれを聞いてるリスナーの皆さんにまあ、せっかくだからそういうちょっと突っ込んだ 例えば α6300 を変えますとピクチャープロファイルついてるログも使えるああログにしようかな PP なんちゃらにしようかなと迷うところで PP んちゃらの中にログがあるんだけど僕みたいに PP6 とか5とかでもしやってこうって思った時にじゃあ設定そのままでやるのかそれとも俺はちょっとこだわるから人とは違うような絵を作りたいと。とかっていう時になんだろうな。 ここ,ここの数値をこうすればこうなるよっていうなんか機械的なもんじゃなくてなんか僕のこのトークってななんだろうなここのスライダーを右に振るとプラス20動かすと周辺原稿がついてなんかかっこいい映像になりますよとかそういうことを言いたいんじゃなくてなんかねそういう表層的なことを言いたいんじゃなくてなんか絵作りについて映像についてをなんかこう深く考え合うようなトークにしたいんですよ。うすねうん、絵作り うん、色ってだろう光っててななんんだだろろうう光とかね、うんうん、でそこをなんかこう突っ込めばなんか細かいことってなんか小手先のなんか技ってさここをスライダー右やったら周辺稽古でか,かっこいいでしょみたいなさ <laughs> そんなんで別に誰でもできるじゃないですか <laughs>、うん、まあ邪道だと思ってるけどね僕はね、うん、そうそうなんかそこをなんかついてった方が僕はなんか面白いな趣味としてそうかそう,そういう話は大好きですね僕はね、うん、絵作り。 うねうん、なるほど、まあ、例えばね一、うん、つ考察としてごめんなさいね一、うん、つ考察として <laughs>、まあ、ビット深度はちょっと、まあ、関係なしにして S ガマットっていう公式、えーまあ、域な土俵式、まあ、土座標があったとすごく高サイドまでこう記録できるわけですよ、うんうん、その素材の段階でね、うん、何が考えられるかっていうと今思ったのは 8ビットじゃないですか記録はねビット256回帳で最初アウトプットするから多分ねあのビットにか、あのー、縛られて分解能が多分荒くなると思うんですよ公式域だとガマットが広いとねそうななんかガマットが広すぎると日頃でこう刻んだ時にビットとかまあそうだな ガマットが広ければ広いほど多分マス目が荒くなるってことかそうそうそうそこは多分なんか想像でなんとなくそういうのがあるその広いレンジがあるようなグラデーションとかですねそう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 ん分かんないまあよしあしだと思うんですけどねそこをうまく乗りこなせないだろうということでメーカーがまあ親切心で 標準汎用的な色域で SRGB でどうせやるんでしょってだからこれ使ってねってなのかもしれないしね分かんないまあでもその人がファインって言ってんだからまああの追い込めばね何かいいものができるのかもしれないこんなことも書いてましたね「ISO」は1600で使いなさいとあそうなんで あその、うん、あれだよ、あのログ,ログとかその。あ、ログでね。うん。あ、本当それはなんか僕の意見、ね。まあ、死熱もっとしたでしょうね。うん。うん、死熱、うんうん、いや、ログ、うん、ログに限っての話だったら、それは S2 はえ千六百が最低感度だから、千六百使えってったら、もう、僕のそのまま意見ですよね。うん、うん。え、なんでの違,違うんかな、それは。 ちょっと今違うんかなその1600と3 2 6 0ああそうだこの間もトークで言いましたけど忘れてるかも分かんないけどそれはダイナミックレンジラチチュードがやっぱり違いますよ柔軟ストップっていうのが多分ねより広くうん上がねそういうことね上がダイナミックレンジが狭まるんでしょそうそうそううん感度るうんログ図鑑っていうとこだとどうなんですかねそれは適正 適のの素材同士比較ですよ ND なり光源の光の選び方とかそこはまあまちまちなんだけど例えば明るすぎるんだったら ND 強く暗いんだったら ND を薄くとかってやった上で同じ適正露光の時を素材2つを並べて比べた時に ISO 感度は低い方がいい。の方が あとエクスポージャーをプラス1から2にするってねそれも書いてますねそれも僕らやってるじゃないですかそれも書いてましたねそこは多分 SN っていうところでしょねラチチュードよりも多分まあそうですよねノイズ面っていうところでいいんでしょうねまあなんかいろいろすごい詳しく書いてたんでプラス12っていうのは多分まああれでしょうね もうある意味、もう皆さんの経験から多分上席的な。そうそうそう。うん。なるほど。勉強になります。うん。まあ、ログについてはね。で、その人いわく、なんですか、p p 六の。六の、まあ、六まあ、六ではないんでしょうかけどね。それを使ってまあカスタマイズして。五なり六なりっていうね。シネ2を使ってね。うん。シネ一が確か p p 五でしょ。p p 五ですね。シネ二というのが p p 六ですね。ううう。ん。そそ カラーモードが違うと。そうそうそう。カラーモードをシネマ。あ、シネマじゃないや。S ガマットに変更する。3ドットシネマ。ややこしくていろいろね、あれ。S ログ2の時は S ガマットなんですよね、あれね。 スログ2の時はときは S ガマートっていうそのカラーモードにしてスログ3の時は S ガマート3っていう<ー>それがまた2種類あったりしてね<ー>ややこしくてまあちょっとね、うん、こんがらがありますから、ねうん、難しいな <laughs> 難しいですね、うん、まあそれをう柔軟に使い分ければ本当は一番いいんでしょうねうん、うん なんかね写真でね、普段僕ら12、14ビットとかモノクロで16ビットとか扱ってるとですねなんか8ビットっていうのがねものすごいなんしょぼいものに見えてきてしょぼいですよね、8ビットってね。すごいねなんかイメージがやっぱりね悪いんですよその頭脳内のね8ビットなんだっていうねだけどね昨日もちょっと8ビットの素材を編集したんですけど そのまあ、センサーにまあよりけりでね、うん、8ビットとはいえ、うん、ものすごいこうグラデーションが整列してるとですね、うん、RGB でねもう破綻がないんですよねな,ないことはないんだろうけどうん。うん <laughs> によるんでしょうねそうかなり人間の視覚的には許容マージンっていうのはニゴル会長フルで使うっていうのは人間の目ではコンピュータグラフィックじゃないけどさ超滑らかなやつあれって結構さあれ僕ら見てるのは8ビットですけどディスプレイ上ではねあれって結構さ体制があってさ処理体制があってそうそう。 で僕らが「ああ何これあのバンディングしてるわ」とかね「トーンジャンプしてるわ」っていうのはもう相当なんかやりすぎたやつなんですよ相当ボロボロなやつを見ていってるんですよだからニゴル会長のフルのなんかコンピューターグラフィックみたいなやつは結構耐えるんですよねあんそう <laughs> 意外とね、まあ、256、まあ、同時発色はっていう意味ですよねあれってね同時,会同,時、まあ、その同時に表現できる会長の数ですよね256って言ってるのは。 RGB でね。ですよね。うん。そうか。まあ、なんだろうね、まあわかんないですよね、写真見てても、ローで処理しようが、結局は256同時解帳までですもんね、見るのはディスプレイだから。あ、ディスプレイはね、うん。まあそこで強力なエフェクトとかかけても、まあディスプレイ上で破綻というのが見えてこないのが、そのビット振動に深いやつですよね。うん んだ,よなだからなるべくカメラで追い込みたいというのが、うんまあ、僕の結論なんですよね。でこういう時はこうとか多分使い分けっていうのがどうしてもあって、うん、ちょっとなんか運用面倒面倒っちいなっていうのはあるんですよ内心ね。うん、だけどなんか絵作りを知るとかいろんなこうまあ ねえこの設定って何なのっていうさ、うんうん、えここ右やればこうなるんだよじゃなくてさそもそも絵作り的には何なのってそこをなんか深く考察することでなんかああもう勝手に分かっていくるんかなっていう、うん、そこ深めたいなっていう気持ちはありますねそうですね、はい、やっとああいうところに目がいくようになってきましたねその設定にねそうその辺のね知識がねもうどんどんあのアストロロドラマも加速してる <laughs> いやいやいや,いや すごいよ、勉強の吸収力ってのがね。この間、そう久々に SLOG2 を使ったんですけどね、RX100、あれでまた SLOG2 の個性っていうものを感じましたしね、SLOG2 の個性ね処理してて、やっぱり3とはまた違うなっていう、なんかどっちがいいっていうんじゃないですね、あれね。 3の方がバージョンアップしてんじゃないのみたいなそういうわけじゃないんでしょうねそういうわけじゃないんでしょうねあくまで違う違う提案っていうかああ手作りのああなるほどいろいろあっと面白いですねブラックガンマとかねあああれはこれから聞えまずさその PP5 なりシネ12ってやつあれでちょっと撮ってみませんかそうですね でやってほしいのは ISO100 の最低感度で今まではだって ISO1600 スタートで必ず撮ったでしょ R2 の時は800から撮ったじゃないですか ISO100 というのを昼間なりで撮ってみてですね LD つけなりしてそれをただパッと見るんじゃなくて思いっきり強力になんかやってほしいんですよラット二重掛けトーンのエフェクトとかねいろいろやってほしいんですよ。 そのの時体勢というのを見てほしいですね。あっ、日頃ってなんか、えすごいんだなって思うかもしれない。それはやっぱり SN が高いからですかね、体勢が高いのうん、理想的なそのトーンなんでしょうね。これしかないですよね。携帯写真と同じですよね、だからね。SN が高い素材だから、強調にも耐えるっていう。そうですね。そういうことだと思いますよ。ですよねね同じだだてビットもんまあ うん、SN、まあ、シグナルとノイズの関係だけじゃなくて、うん、あれログって僕らあのパソコン上で見た時っていうのは素材そのまま見た時めっちゃ眠いやつじゃないですか、うん、眠いですよね、うん、あれそのままフォトショップ持ってってスポイトツールで見たらかなりグレーから始まって、うん、でハイライトもかなりグレーのところでこう抜けていくような感じだからそれをストレッチするじゃないですか その時点で結構間引かれるんですねガタッ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 ってなるんですよ確かにイメージ的にはねだけどまあ普通のビデオガンマだとまあどんしゃり的な感じになっちゃうでしょドんシャリは嫌だなと後戻りできないからとその中央の提案であるシネマのやつがあってそこでちょっと適正のそのいその100でですね取ってある程度仕上がった状態のニゴロ会長っていうのはどれぐらい腰が強いのかっていうのを 実なるほどそううんまあその海外の方がおっしゃってるようなねあれでね違うでしょうねやっぱりああ違うでしょうねあでまあ僕のやってるそのグレーディングプロセスとアストドラゴンさんやってるそのプロセスと違うじゃないですか俺流のね俺流の俺がと違うからね俺が PP6 ってねで取ったらこういうグレーディングやるでっていう やるでっていうさなんかそういうのでちょっと痛めつけてほしいんですよダメージそうそうフィルムルックダメージねフィルムルック的なダメージを与えるんかダメージを与えると結局何 S ガマットの別に公式域って必要ないじゃんって話になるんだけどまあそれはそれとしてねそうちょっとラットで汚してほしいですねあ何汚したつもりなんだけど 滑らかのままでシネマになったねってん、うん、フィルムにあの何ネガフィルムにすっげえ滑らかになったねって、うんうん、ノイズざザワザワしてないじゃんって、うんうん、あだったら俺すごいよって <laughs> 次次回作すごいよって <laughs> 分かるなんか,なんかあるかもしんないその悟りがね、うん そうそうそう特にさ特にさあの前回 RX100M4 使った後だからさなおさらですよねなおさらですよねあれはやっぱりちょっとね夕方はきついよねしんどかったあのなんていうのグレーディング前提の撮影はきついよねそうですねセンサーの違いですねやっぱりあれはもううんうんうんセンサーの大きさというかあれ確か利面なんですよあの一日センサーはだからまあそれ多分あの コンデジにしたら相当な高感度なんですけどやっぱりでもいつも使ってるのがねどうしても S2 なんでそこにはやっぱ踊るなみたいなちょっと特別だからねそうそううん,うんあ面白いなちょっと一つ楽しみができたねそこでの意見また聞きたいねだからまあ何かをね 犠牲にあそうそうそううん、うん、どっちがいいとかっていうのはないんですけどねまあなんかこうその時その時の撮りたいものそこね。最終イメージをまず持、うん、そうそれに向かって何を使うかっていう,いいう、ね、そう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 ょうんうん、そうなんかね僕らに与えられた武器っていうのはものすごく多いんですよだけどね <laughs> 多すぎちゃってね 何を拾って何で戦えばいいのか分かんないんですよねだからとりあえず武器を拾ってちょっとんか振り回してみましょうとそうそうああでもこれ使わないなとかさあこれは使うってとかねそういうのが出てくるかもしれないまあ楽しいですねこうやってやってる時はねそうですねうんそうか 俺ならこうグレーディングするでってなったん <laughs> でそんなレベルじゃないんだからね <laughs>、うん。<laughs> ねえうんそうですかまあね絡まねの話とかになるとちょっとね奥が深くて難しいですけども結局まあそのねうん、まあ、そのレックの709が。 ガンマがいくつだったりとか白色点がなんぼだったりとかいろいろあるじゃないですか定義がねその定義もまちまちであったりとかなんかこう煩雑なんですよ。基準を設けるためにねそういうカラーマネジメントっていうそういう技術があって手法があってそれを構築できればいいけどいろんな落とし穴があってね自分ちのモニターがそこに対応してないとかね そうそう、うん、昨日もカラマネとちょっと外れるかもしれないけど自分がアップした子供の動画をですね僕は映像の CG の2211というそれなりにちゃんとハードウェアキャリブレーションしているモニターで映像編集すするわけですよ、うん、それを iPhone で、まあ、アップした後とに YouTube 見るじゃないですか、うん、その色がねもう全然気に入らないですよ。うん サイそう、うん、だからねあれね多分ね、まあ、ハンディカム的なねハンディカム的なやつは失礼だけど、うん、そういうものでもし撮ったらでそれを iPhone で見たらもう超ビビッドビビッ、うん、もうなんか多分単色飽はしてるようなね完全色飽はしてるような感じで見えるところが、うん、まあちょっとビビッドだねっていうところで済んでるのかなと、うんうん、いうところなんでしょうけど多分ねその iPad の。 まあデバイス的なね、うん、色のこうピーきピーきなところをちょっとグッとビビットにこう鮮やかに見せるというなんか演出が入ってるんでしょうね。鮮やかですよね、iPhone とか。そう。天体写真に当ててようは、うん、思う。う,うん、うん。赤い成分をね、真っ赤すぎちゃいかんんですよね。うん。現実味がなんかいや非,非現実的だからね。うん。自然の対象、夜空の対象なんでこんなに真っ赤っかなのって、真っピンクなのって。<laughs> あのショッキングピンクなのって、うん、そうで見,見えちゃう時があるんですよ iPhone でやるね,うねあ,あるある、うん、そうだからまあそこはねでそう,そうなった時にね僕どう,どう考えるかっていうと俺の、ね、モニターは CG211 ですごい厳密なカラーマネジメントモニターだから、まあ、映像はちょっとどうか分かんないけど、うん、スチルの静止画については、うん、これ基準だから もうこれでいいんだという主張と、いやだけどね、やっぱり世の中の人は、大半の人はね、パソコンで見てくれてる人もいるけど、でも iPhone で見てる人も多いんだよと、タブレットでね。だから、やっぱそういう人がいる以上、僕はそこにも合わせたい、そっちがビビッドに出てしまってんだったら、どっちかというと、スマホの多いですからね、多いですよね 解像度が高いからね、うん、結構綺麗に見せてくれるんですよね、うんうん、そうそうそういうことを考えてしまいますね、うん、<laughs> 確かにまあ好みがあるんでしょうけど、うん、そういう、うん、またあの昨日の公演は確かに、うん、結構あざまあサイド高い感じしますよね あのジャンパーピンクのジャンパーとかすごいそう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 、うん、<laughs> あ,のあのジャンパー以外は別にそうでもないんですよ <laughs>、うん、でそこで僕思ったんですね木とか緑葉っぱの緑とかは、うん、あのほら緑でさデジカメのあの黎明期というかあのまだ起こりね始まりの時にキヤノンの D30 っていうのがあってそれ買った時にね葉っぱの緑がさ蛍光色のマーカーのああいう緑なんですよ。今はもうちょっと深みのあるグリーンレッドの入ったグリーンなんですけどそれがねすっげえ蛍光色でああこれお安っぽい色だなそんんな時代があったう。今でこそそんなあんまないけどでもね そう、そういうのをちょっとか感じてしまうんですよ。うん。そう、あでね。あの何言おう,、うん、うと思ったかって言うと、僕の設定がちょっとサイド上げてるじゃないですか？ カメラ内設定でだから火がね差してきて鈍天なのが晴天に変わったとピカッと当たった時にそのピンクのジャンパーが結構高サイドに発色するわけですねでカメラがそのピンクのジャンパーを光を捉えた時にあこれは高サイドな色だなってこれは綺麗な色だからユーザーがこれプラス10でサイド上げてって言ってるからこれもっと持ち上げてってもっとビビットにやってやってって。 やっっててししまんのかもれないそうそう。前々回の京都だったかなあれの昼間のはいはいはい。あのユウちゃん撮ったやつ。着物、女性がいっぱい出てくるやつ。そうそうあれのピンクの着物も同じような感じでしたね。青というか、なんかそういう鮮やかな着物着てる人いたじゃないですか。そうそうそう。写真撮ってるカップルで。 あの人の着てる、うん、あの着物は同じような感じですよね。あ,<ー>あれ、うん、あれあれ日光はちょっと差してる感じじゃないですか。そう。あれも、あれちょっとね、頬和気味、うん、うん、クリップ気味だったんですけど、単色で。悪、うん、いわけじゃないんだけど、まあ、うん。ちょっと目立ちますよね。そう。<laughs> あれはね、全くなんだろう、ラットは当ててないんですけどね。うん。そう、そこでね、考えてしまうんですよね。 うんなんだろうなまあ型や<え>もうそういう色域のだからさ,、うん、さっきね、うん、あのアストロドラゴンさんが S ガマット3とか何とかって言ったじゃないですか <laughs> うん、うん、高色域というのは高彩度な色が出るよって、うんうん、でまあカリブ海だか分かんないけど、うん、ああいうなんかね海のなんかさエメラルドグリーンとかがああいうのが出るよと、うん、そういう話なんですよ。 公式ってのはねで今僕らが言ってるのはあんまりビビッドなのはちょっとどうかなというような話どっちかというとねだから相反するんだよだから記録は S ガマットで公式域に再度高く取っておいてでそれを後からぶっ潰すのか曲げるのかこうね寝かすんかだからんかちょっと相反するんだねそう 難ししいいもんですよね区別はただからその会長色の会長の区別はしておいて撮るときにで表現する時はその区別はピク圧縮する圧縮してそのままなだらかになるほどその会長だけは残したいみたいなそういうことなんかなあまあそれはわかる例えばね低敷域の狭い敷域のやつで撮るとさっき言ったさ あの着物の人、カップルの、うんうん、あれがもう完全に色がベ,ベタ飽和してしまって、うん、潰れちゃうんです、ね。潰れ,うん、で潰れたものを後からラットで潰しても結局結果潰れるんだから別に一緒でしょっていう考え方もあるけど、うん、いやいやそんなことないよって、うん、ワイドガマットやね、うん、S ガマットで取っておけば、 ちゃんと会長トーンが残ってるんだから潰して寝かした時っていうのもわずかにトーンね色彩が残ってるでしょっていう考え方もあるですよねそういう気がしますねそういう気がするよね多分そうなんだろうね会長の連続性というのは寝かしていく分には多分クリップしないですよはいはいそこはあるいやあれもねラット当てなかったけどうん まあ、結構寝かしてあの何地味にしてしまうのは結構簡単なんだけど、うん、な,んかなんかやりたくなかったんですよね <laughs>、うん、よくわかんない僕もね <laughs> 自分で自分が何をやってるのかカメラのサイドすごい上げてましたよねそうそうそう、うん、なんか、うん、おかしいよねカメラがお,いおかしくない <laughs> おかしくないんだけど、うん、そう <laughs>、うん、美ししい映像でしたよ、うんうん、そう自分で何がしたいのかわかんないんだって そういういい時ない <laughs> な,なんかさ <laughs>、うんうん、言葉ではなんかトークでさ一丁前のこと言ってるくせにさ、ね、ピークを抑えてね音で言うとさーってさピークを抑えるでしょコンプレッサーみんなささやき声をさとかって言っときながらめっちゃなんかリミット,ミットじゃピーク作ってるじゃん <laughs> 目に突き刺さってくるんだよその着物の色はって <laughs> なんかね、うん 最初の方とか特にねう嬉しいんですよねサイド高いのか嬉しがりだって嬉しがりじゃ気持ちいいじゃないですか気持ち抜けがいいからねそうそうそううんでそれであなんかラットで汚すぐらいやったらもういいじゃんこれこのままでってそうそうダメダメってラットなんてさほならニゴロ会長どんどん減っていくだけだからダメだってついついねうん とんんがったた感じにしたくなりますもんね色をね、うん、そう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 ,うん、うん、とんがった感じっていうかまあ <laughs> どっちもどっちなんだけどラップで汚してるだけじゃんとかっていう考え方と、うん、なんかとんがったままで何もこれ処理してねえじゃんって <laughs> ちゃんとそこ目に突き刺さって痛いから処理しろよって <laughs> めちゃくちゃ言ってる何と言てめちゃくちゃ言ってるよね <laughs> 痛いんですけどって <laughs> うん <laughs> うん、そうそう。だからね、うちのその娘のね、あのピンクのあのジャンパーはね、結構ね、今日一日悩んでたね。<laughs> いや、iPhone じゃなけりゃ、MacBook とかカラーマネジメントされたやつは、そんなことないんですよ。はいはい、でもね、この iPhone はね、綺麗に見えるように、万人が綺麗に見えるようにエンハンスするんですよ。この色は、あ鮮やか色だねって、うん、どんどんこれ持ち上げてって、やるんだよね。そういうのがある、これ。<laughs> やりすぎてる、うん、なっちゃうんですだからね、あちゃって思うんですよ。うん、だからんか iPhone で見てもあ、うん、そこそこしっとりしてる感じだね。うん、でもね、iPhone で見てなんだろう、ああ、なんか色がちょっと薄いねって、もしなるとしますよね。それはねディスプレイの時はは、ね、かなりもうモノクロじゃないけどそれはまずいんですよ。それまずいんですよ、うん、だから からで最終落ち着かせる着地点っていうのはどのデバイスで見てもああ自分の理想の、まあ、適性からあプラスこんだけマイナスこんだけ、うんうん、収まってるねっていうね、うん、そこなんですよね結局狙いっていうのはうんそう,、うん、そうそうそう天体写真と似てるねそこはね天体、ねうん、写真も、うん、そこ悩みどころですもんね、うん、iPhoneiPad、うん、そうです そこがあって、アストラド,ログドラゴンさんはですね、えー、モニターを 4K モニター映像のと、既存の CG277 というモニター。247かな,あ24かな、うん、と、2484K 24ってやつと、<laughs> <laughs> <laughs> まあまあカラマネ、ハードキャリーの、ね、対応のやつですよ、うん。モニター2つと、あと、えー、っと、なんだ。 マックブック、ごめん、iPad Pro か、iPad Pro。で、そこで、最終的に、人様がタブレットを見るときに、こういうふうに見えるんだなというのを事前確認して、それ、なんで、どうやってやるんですあのマルチディスプレイみたいなアプリでね。 うんでまあようやく仕上げたでってでこれ iPad で見た時にみんな見られる時にどんなふうに見えるんかなっていうのを iPad プロでまあそこそこの解像度で見れるわけですよそうですねあれミラーリングするときって解像度は2880とかでいけるんですかあれなんぼやミラーリングじゃなくて僕はあれですねなんていうああんていうんだっけクローンじゃないやサブディスプレイみたいなやつああはいはいデュアルでねうん やっぱり、それで並べてみるとよくわかるんです、まあ今のは天体写真の話ですけど、並べてみると、やっぱりね、うん、iPad はサイド高いですよね、なんででしょね <laughs>、うん、ビビットというか、でさ、なんかね、すげえね、その増幅のね、敷地というのがね、うんうん、ピー,キーでまあ悪く言うと下品ですよね。 ああ、その仕上がりの話ね。僕の言ってるのはね、その、うん、アルゴリズムがね、あのね、ある一定のところを、あの、ほら、朝、車で出勤するときの渋滞の、あの、何 ?5 分、5分出るのを遅れると、めっちゃ1時間かかったと。だけど、5分前に出とけやなんかピークのゾーンあるじゃないですか、ラッシュの。それと似てて、うん、サイドをこれぐらいちょっと上げたと。 ちょっと上げたらそこのピークゾーンに引っかかってピンクがすっげえピンクになっちゃう。<laughs> で、そこを5マイナスで抑えると、うん、ああ、なんか許容に収まったってね。うん、すげえピーキーなんですよ。うん、で、そこって表示デバイスはやっぱ複数これと A と B っていうのは事前に確認しておきたいわけですよ。うん。あ、うん、あ、最終人様がね、こっちでも見る、あっちでも見る。あったらこっちもあっちもそれぞれプラス3、マイナス3、うん、にレンジ収まるように、うん。ここにこう置くと。 基準もねそんなやり方もね、よしあしあるんですけどね、俺はもう絶対にこのデバイスでこれが発表、これで作品発表だみたいなそういう人もいるんでしょう。iPhone とかで見るなと。あそこか、わがままな全体写真だったらね、例えば俺の作品はプリントでしか見るなと。 まあいろいろあるだろうね考え方の違いがいろいろあるでもビデオも一緒じゃないかなと思っているよ多分ビデオサロンにねのやつビデオサロンに懇親作を投稿してそれが掲載されたと YouTube とかやったらまだしもう写真でさ印刷でその紙面に俺の色のこだわりの映像が えーまあ、副写されたと、うんうん。こんな色じゃないよって。<laughs> こんな色じゃないですよ <laughs> <laughs> そい言いたくなる気持ちはわかるよあ。フォトコンであのずっと痛い目見てるから、ねうん、もういい加減ね文句言うのも疲れたから僕何にも言ってないけど <laughs> そこはあるよね、うんうん、やっぱり。うん 映像って本当に難しいですね、ディスプレイありきだから。ああまあね、うん。紙媒体じゃないからね。紙媒体じゃないからね。電気を通して。そうそうそう。なかなかこれがすね。これ、実体というものが掴めないね。そう。その空豆の。空豆もね、時期が高いよね。業務用のディスプレイとか買ってきて。 そうそうそう部屋の中をちゃんと空まねしてショーとかうん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 そうだよねとてもじゃないけどねうんまあだからさよく ITU709 とか REC709 とか言うけどさああいう一般的なねよりその SRGB というさ僕らがウェブで使うような一般的な敷地域に近いような そういうものでまあ落ち着くっていうところなんでしょうねきっとね。うでしょうね。うん。うん。深くてね。まあ、しょっちゅう迷いますね。ああ、まあ僕は、うん、そう。面白いけどね。面白いけど、なんか分かんなくなるもんね。分からうん。うん。使いこなせるようになりたいですね。 なりたい,ですね、いやうんまあだからね天体写真同様でやっぱ突き詰めていくと <laughs> 一つのモニターだけだと自分がそのモニターで、うんね、モニターの前に座って鑑賞する時だけは自己満足に浸れるけど、うんうん、そうじゃない時はあれ違うなっていうことが、うん、天体だけじゃなくてこういう一般のね、うん、映像作品とかでもありうる起こりうることなんだなってことを思いましたそう <coughs> だからそこを事前に撮影地に立ちましたそこでこういう発色ですごいキラキラ光ってんなと自分の中でさ脳内画像処理でさ組み立てができてガマットのことも大体頭の中でもんやり分かってるとその時ノイズが出るよねって今でもシーン的には明るいからどのこのとかねなんかこうパッと直感でさあこれはこのモードだねって。うん なんかそういうのが多分ね直結してくるとすごいんだろうねでしょうねきっとうんどんぐかかるのかなうんうんええとくするもねまあある程度試行錯誤期間がいるだろうねここに固まらずこれって決めずになんかさまよう期間っていうのが多分いるだろうねでしょうねうんそう でまあ、ずっとねその、まあ、ほとんどいじらなかったその、まあ、各種設定 <laughs> ブラックレベルブラックガンマ2とかね、はいうん、いろいろあるけどそこら辺のところもちょっとなんかそろそろ踏み込んでいけたら面白いかなって思うよねですよねうんそううん <laughs>、うんそうそグリーン、うん、に対するん、うん、そもそもさ、うん、あの 何がいいというさ明確なイメージ、うん、俺はこういう映像が好きなんだっていうさ、うん、明確なイメージというものもなんかままならないんだよねだけどだけどね、うん、誰かさんの人様のアウトプットを見て、うん、これはいい感じだよねって思う瞬間は多々あるんですよ多々あるうん、ね、そう、うん、だからやっぱりなんかもんやりと なんかこう,こういうふうにしたいというのはあるんですよね。うんうん、これがいい感じやしこれ真似たいとか、うん、そういうのあるんですよ。でしょうね。うしそううん。まあ難しいけど面白いですね。面白いね、うん。ただね、僕ね <laughs> 子供の映像はね、うんうん、なんかねあんまりこうい,いじり倒したくないですよね。<laughs> <laughs> うん、<laughs> そう なんか変な想像がさ、うん、20年後とかに20年前の映像を見せて。うんうん なんかさ僕らで言うとさじいさんの時代にね撮った俺のなんかちっちゃい頃の赤ちゃんの写真とかさなんかもうセピア色になっててさもしくはモノクロになっててあ昔のなんか写真って感じだよねってさなんか嫌でさそこでそのおじいちゃんである僕がねいやいや違うよこの時も別に普通の色とかちゃんと写真で出せたんだよってだけどこの時はあえて。 ちょっと昔っぽい感じでやったんだってって <laughs> <ー>別にね昔だから大昔だからこんなねちょっとセピアっぽいわけじゃないんだよって, <laughs> <laughs> っていうなんか言い訳をしたくない <laughs>、うん、大丈夫でしょん <laughs> <laughs> かねいらんこと考えちゃうんだよ <laughs> 僕ね、うん、いやだからあれですよ素材をちゃんと うんまあそうそうもう一回グレーグレーディングすればいいんだ20年後に同じ素材でそんなことするかなって思うけどねその時の流行りでねああいろんなことが20年ってったらもう変わってるからねうんまあねデバイスも全く変わってるだろうしどっかで何かにあれですよね落とさなきゃいけないですよねきっとね だから、まあ、<coughs> まあ映像作品と称しているものは子どもの映像も風景も含めて、えー、最終は 50Mbps とか100とかでエンコードしてますよね。うん、それをさい最終さ引っかき集めて、まあ、何かにこう隔離するななんかすればいいんだよね。 YouTube とかああまあそれアーカイブには一応なってるけどいつなくなるか分かんないからそれはちょっと怖いもんねもい一個欲しいねバックアップがねそうだねうんいや品位的にはさやっぱりもうちょっとさビットレートも上げてほしいしって思うとうん確かにねまあ YouTube だとねだいぶ落ちるからねうんうんでも上がってきたら今度またねビットレートがノイズとか目立つんでしょうね 目立つやったら目立つんじゃないですかエンコードで潰れてたノイズがやたら目立ってる圧縮ノイズね今までそうだね高画質のしては残念があるんですよアップした後にねめっちゃこんなにツヤがあってね滑らかで全然ざわざわ感もないのにボケの背景すっげえんか つるつるなんですよ。うん、だけど、なんか YouTube にアップすると、ブロックでなんかグッガグッガグッってなってると。<laughs> なんか省略されて、JPEG 圧縮みたいにね。うん、うんうん。嘆くわけですよ。で、ノイジーな人がアップすると、あごまかされたラッキーみたいな。うん、<laughs> そうそう。そうそうそう。あれ、あれそう僕もこの間そうでしたね。うん、あ助かった、助かった方。助かったというか、うんうん、どうだう微妙でしたけどね。 ノイジーにしたくてわかるわかる分かるノイジーにしたくてグレインをね振りかけて振りかけたそして潰されるよねでローカルで見たんです最初めっちゃ汚かったんですよはいはいはいあのそのグレンザラだったんですよローカルで見てこれはさすがにちょっとザラザラすぎるねって思ってグレインを消して外してでまあローカルで見たちょうどいいねと思って ノスタルジーな感じだねと思ってでアップしてみたら結構クリアになっちゃってたっていうね思ってなんやねんみたいなこの苦労はもうちょっとこうダーティーな感じああそっかそっかそこは多分表現難しいだろうねあのそれ微妙じゃないと難しいかもしれないんかなうん再エンコードのそのわかりますか割り方の問題うんあれも消えちゃった あれはあるんですよ。あッチっとそのチョコ、あの、パラパラパラってあの、黒い、あはいあれは見えるんだけど、感じのその、なんか、ああ、ずらずら。あれがなくて。バイアスのいい感じのあれでしょそうそうそう。なんかきれいな SN の高いところにその糸ノイズだけ浮いてる YouTube で見るあそっかそっか。なんか変だなみたいになっちゃった。ああ、イメージと違うわけだね。ちょっとあれは。ざわざわはね、あの、 あのほらダークノイズとか撮った時に JPEG で縮小してさブログにアップするじゃないですかあれもだいぶ潰されるよねノイズはそうフェイスブックとかね難しいわあれは表現がそうんかね出るもんはこう叩かれて悪いもんはんかこう助かってちょっと持ち上げられてとかさ 一定の管理下にこう、うん、収まっちゃうよね。良くも悪くも。<う>うん、コントロールがん難しいですよね。うん、そ,そう、うん。とかいう,うね、うんまあ、話もありますよね。うん？そういう話もありますよね。うん、そうそうそう。ああとねちょっと絵作りに関係ない話で申し訳ないんだけど、<laughs> うん、アルファセブン S 二のねあのフォーカスは遅くてですね。<laughs> <laughs> いやもう言ったねー。またフォーカスね。うん。 なんかさもう腹立ったついでにさ子供の下の子をさ、えー、ど真ん中に、ね、フレーミングしてさもうわざと数えたんですよ、1、2>, うん、1> 2、3、6かしながらですよ、四、うん、十10たってもど真ん中にオートフォーカスでコンティニュアスでこう導入してるのに全く合わせにいかない、くですよこのままフィックスでずっと固定してたらね、多分永遠に合わないパターンですよ。<laughs> <laughs> <laughs> 永久に合わないパターンですよ。ひどいですよね。ひ前そうそのなんてスタビに B G に乗っけてやってて、もう合わないから、もうマニュアルに直して一回、で手で合わせて、それでコンティニュアスにね。そうそうそう。全然逆じゃんっていうね。手順がだよね。うん。そうそういう時あるんですよ。 スローモーションとかをさで子供をなるべく走らせてでそういうところを、まあ、ちょっとこう追っかけ気味にこう撮るじゃないですか、うん、なるべく速いモーションだからね、うんうん、で追っかけてこう撮るとさもう,もう全然もうほとんどがピンボケ <laughs> たまにピントが合ってるやつがあるんですよ奇跡的にねもうそれを使わざるを得ないんですよ素材として <laughs> もしこれが α6300 とか、うん、もうねめっちゃ速いやつ、うん、だったら多分もうずーっと合ってるんですよ ね、ずっと合ってるんですよ、うん、だからよりなんかいい瞬間を切り出す切り出しができるわけですね、うん、だから思いましたねあこれはね、うん、子供をこういう感じで映像の作品撮るんだったらアルファ6 3 0 0がいるわってもしくは今持ってる5100とかねうん、うん、ドリブ的に撮っていくものはやっぱりオートフォーカス強い方がいい,、ね、い,いだってマニュアルじゃ無理だもんあんな、うんね、あんなに浅い深度でさピントがね <laughs> 無理,無理うんしかもスタビライザー乗っけてるわけだから絶対無理ですよそうあまあそこはちょっと弱点ですねどうしてもね、うん、なんかプロ機だから <laughs> いやそこはマニュアルでやれようってい、ね、マニュアルでやれようっていうのもあるかもしんないけど,、ね、もいけどでも実際問題ああいう映像を撮ろうと思ったらプロだろうがなんだろうがあれ無理ですよどんだけアシスタントお追ってもねあんだけ走り回っててさ、うん いやほんなんシナリオ的に「はいこの A 点から B 点,は B 点まで走ってね」って何、うん、あの,なにあのほらあの何ですか列車みたいなさうん、うん、ああいうのでガーッとこうさうん、うん、走って、うん、ああいうのだったらまだ分かるんだけどランダムに動き回られたらねそうそうそうもう無理ですよ、うんうん、だからねあると6300見たので子供を追うのが一番なんかナイスショットが撮れると思う,そうでドキュメンタリーみたいなのもそうなのかなじゃあ記録的なやつってね あまあね、うん「パンフォーカス」でいくんだったらまだしもまあまあね、うん、ボケ表現とかってねうん、うん、浅くするんだったらそうでしょうねうんあとこんにゃくねこんにゃくね、うん、<laughs> こんにゃくうんまあね気に,気にはなるね結構ね フォーカスはね結構ちょっと淡い期待があったんですよ α7S、うん、と同じコントラスト AF だけど 2>,、うん、まあ2倍だからちょっと早くなってると、うんうん、いう期待もあったんだけど、うん、いやもう実感的には変わんない。<laughs> うん、そうだってさ子供さど真ん中にさねっ 顔を認識してないのかなって下向いてるかなって思ってさ、うん、子供の名前呼んでさ「はいちょっとこっち見ててよ」って12ずっとこっち見てるんですよ <laughs> 目鼻口ってあるんですよ <laughs> <laughs> 順向で逆にあれやっての顔認識やってますかいやそこもやってるはずなんですけどねあ,あれやったらどうなんだろううん、うん、いやでちゃんと顔顔のとこに視覚がポコポコって出たりするんですよ、うん、あれは登、うん、登録は顔登録は顔それはやってないあれやったらどうかな いやーでもなんか通行人とかだったなんか認識しないと嫌じゃないですか、うん、でそういうのがあるんで <laughs> もうなんかね、うんうん、使えんなって思いましたね、うん、アルファ 7S2 で子供で追いかけるのはちょっと厳しい、ね、厳しい、うん、って思ったまあパンフォーカスで追いかけましょうってことですね、うん。<laughs> あ,あそうだね、うん、だからアルファまあこれをリスナーの人はですね 6300に大いに期待をあれはすごいと思うよしかもさそれが 4K ででで記録きるしん。あんだけフォーカス速くて単焦点で写真まあなんていうかな奥行き感のある透明感のあるような表現ができてで 4K で記録できるでしょあれはね子供のほらもうナイスな瞬間一瞬っていうのを後から切り出してっていうねもうそれには最適だと思います うんどんだけ連写カシャカシャやるよりも 4K のその画像品位っていうのがね取っ手出しである程度追い込んでるんであればね超露出アンダーで持ち上げるとさ身頃の縛りとかいろいろ劣化があるけど仕上がってるんであればああもうあれはいいわあのまま本当プリントそこそこのプリント 2L ぐらいだったら全然いけると思うそう 800万画素うんそうん8ビットとはいえね「ロうで撮るんだ」とかって言ってさ意気込んでね電車の速いさ秒間11コマか知らんけどさそれでパシャパシャさ最初はさいい表情したなって瞬間にさパシャパシャってさ連打してさ3秒間ぐらい つまり33枚ぐらいはさこれ見逃しにガチャガチャガチャってやるかもしれないだけどさずっとやんないじゃないですかずっと100連射200連射とかね10002000っていかないでしょ普通だからやっぱ動画なんですよやっぱねシャッター音でもありますからね自然な表情にならないもんねパシャパシャやられるああまあねたぶんねこういう素人の人プロだったら私もそうそうそう うん、動画シャットオンしないですからね、うん、最初のピコっていう時にそうですね、うん、その後の、うん、引っ掛け続けるわけだから、うん、自然な表情、うんうん、そうだからまあ僕もね、えー、普通のまあスチールの写真とかのね趣味もちょっとかじってるから、うん、6D とか買った時にはね、まあ、子供撮ったりとか、うん、まあいろんなことをして子供を撮ってきましたようん、うん、写真でね、はい、だけどね えーまあ、この間室内でね、もうほんのまあ10分、20分ずっとカメラスタビでこう回したのね、うん、4K じゃないですか、単、うん、焦点の、えー、55mm の F1.8 かな、うんうん、あれで回したのね、そ、うんうん、したらね、今までどんだけ趣味ね、その何年間かこう子供を写真撮ってきた、うん、いろんなショットあるけど、うんうん、もう簡単にね、そのベストショットがね、<laughs> 撮れるんですよ。K の時は <laughs> ね、あまあディスプレイで見たら綺麗だねって、うん。だけどさ、これ多分ね、プリントするとね、荒くなるよって。うん。だかね、4K でね、4K ですよ。うん。で、僕のあの MacBook の2880。うん。あれでも 4K を表現できてないんだけど、その2880でもう、うわ、すごいって思った。ドンピシャでさ。 コマ送りできるじゃないですか矢印ボタンでタイムラインでねトン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 って押すじゃないですかドンピシャがあるんですよ結構いっぱいドンピシャがあってさこれね子供のナイスショットはねもうね今後動画でやったほうがいいわと思ったね思いましたわそういう提案になりましたもんねあのキャノンもニコンもそうだね IN の時でね 4K フォトだかなんかうん そういそう,そう時代が来ますよって言ったら本当そうなりましたよね早かったです、ねうん、そう,そう、うん、すごい、うん、まあやっぱ自然な表情を取れるっていうのも一番あそうそうそううんもう本当そうです、うん、カシャって言うとやっぱりびっくりするもんね「うん、あいちょっとはい動いちゃダメ動いちゃダメ」ダメって <laughs> <laughs> お父さんのカメラ A4 遅いんだから <laughs> ダメダメって <laughs> はい、笑ってんやか<笑><笑>絶対ね顔硬直してます <laughs> 硬直しながら笑ってますわ、うん、そういうことないもんね、うん、ない連続的だからねだから女性とかでもそうで、うん、だと思いますよ、ねうん、ずーっと回しっぱなしの方がうが、ん、自然,なが、ね、自然うんう,、ね、うんいいですねねえ可能性が広がりますね 広がりますねこんだけね、まあ、4K 画質が、まあ、そのネイティブというか YouTube だとまあねいろいろ劣化とか見えるんだけど、うん、ディスプレイ上で見るものは本当に素晴らしくてね、うんうん、だから、うん、これはね本当今後普通のスチルス写真っていうのは、うんまあ、趣味性という意味では残っていくんだろうけど、うん、本当に大丈夫なんかな消えていくんじゃないかなと、うん、あのスポーツのシーンにおいてもね うん、4K デフォルトになったらさ 4K で8ビットとはいえい、ね、すごい画質が良くなったらさもうかいらないじゃんって話だよね,ねあの報道でね長 <laughs>、うん、回しといて <laughs>、うん、あの長回しでずっとさあともうカメラワークでずっと一脚なんかでこう追っかけるじゃないですかそっからだからあれでしょ選択するセンスえまあそれはあるよ <laughs> でもさでもさ あの連写でパシャパシャやってる 1DX とか分かんないけどさパシャパシャやってもローで最後えそれをまあ JPEG 分かんないけどそれ見るわけじゃないですかビューワーでビューワーでこうねでっかく拡大表示してで矢印ボタンがんかでポン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 ってもしローで撮ったらね一個一個現像したりとか、まあ、JPEG で同時記録してるんだったら JPEG を矢印ボタンでポン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 押しながらいいやつをこう選ぶじゃないですかもしくはサムネイルでね。うん 結局、なんかそこの手間って動画をずっとリアルタイムで再生してるのと一緒じゃないですか。一級入婚じゃないけど、ほらね、1シャッターにこう魂を込めるとか、そういうことないですもんね、連射しちゃったら。ないでしょそこの変なドキドキ感とか、なんかそう、一級入婚的なね、ないから、そうですよ。そうういこだわりをちょっと てみるといいいかもしれな思いのほかねもうぴったりこうナイスショットが取れるからああもうすごいなって α7S でこんだけ感動すんだからよりオートフォーカスの速い6300あれでしばらく長回しして子供も追っかけたらねいくらでもナイスショットキャッチアイのさ逆光でさ綺麗な光のねポートレートって今後なんか。 んんと自然な表情で行くそのほら今まで儀式でやったさ「うん、はいじゃあこっち緑バックにねここ立って」ってあち「ちょっとこう45度 <laughs> こうしてあして」とかさあのカメラマンのねあれがほらアシスタントが指示してさ「でレフ番はいはいじゃあいいですよ」って「いきますよ」とかってさパシ,ャパシャパシャパシャってとこう撮ってさスタジオとかはまだしも外とかでなんか自然な感じでもしねうん、うん、生き生きとした表情を狙う,を狙うんだったら動画の方が僕なんかいいような気がしたね。うんうん うんそうまあその最初の指示はあるかもしれないけどその後しばらくちょっとそうしばらくねまあ10秒なり20秒なりうんそうそうそう録画ですよねそうこの辺に立ってあとはもうんか自然にこうやっててでレックこう押してさそしたらねあるもんねありますよですよねうん結構いっぱいあるからねうん うん、素晴らしい子供をそうだねまともに僕が子供を 4K で、ね、撮るぞと思って撮ったのは初めて<ー>映像作品のなんか傍らで子供をね、えー、何あの公園連れてって、うん、ち,ょちょい役みたいな感じで出したっていうのはあった。うん、うん だけどね 4K でねああいうままあ、まあ,あの昔持った AX100 は抜きにして、うんうん、ああいうフルサイズのセンサーでね、うんうん、ちゃんと撮ろうと思って撮ったの初めてだから、うん、感動しましたねちょっとね <laughs> <laughs> 感動したああこれはプリントクオリティに達してるって思ったすげえと思ったプリントしましたえ、うん いやしてないけどやももうねいやもう僕もプリント歴長いからねこれぐらいの解像度のものがどれぐらい伸ばせるかっていうのは分かりますよ分かるうんうん素晴らしい 4K フォトですねだからね今後ねあれですわスチール写真の生き残る道はね三脚のあの風景写真 もう絞ってね F11 とか20とかに絞ってでもう超緻密にね隅から隅まで全面シャープに大伸ばしに耐えるようなああいうのはね多分もう本当今後も10年後もあるかもしれないうんああいうスナップとかタイミング重視のやつはね動画になっていくような気がするねあんだけ高解像度に撮るんだったらさうん 1DX2、うん、もね、うん、D5 も、うん、もうそう言ってますからね、仕様、ね、が,がそう言ってるからね、うん、今までのなんか写真にしがみついてお、ね、て我が社はいろいろこだわって、ニコンもね。 なんかやってきたけどそこをなんか捨てるとかっていうのもなんか尺だからあれだけどでも仕様が物語ってるわけです <laughs> <laughs> 物語ってる突然だってね、うん、突然っていうか 4K 動画ってねうん 4K 動画入れてそれはだからそういう,、ね、う,う,いう活用をするっていうのを想定してるんでしょうねきっとねパンプラマンなりが、うん、そう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 受け取りましょうと、うん、そうだよ うん、まあ、うんそうポ、ポジティブに考えればやっぱり、うん。多分すごい利点はたくさんありますからね、あね、うん、なんか、うん、そうだな動画の延長線上でずっと進化してたものが、まあ、ちょっとアクシデントじゃないけど、自己的にカメラを作ってるメーカーからしたら、ちょっと自己的に、<laughs> なんていうかな、写真という、そのね、ステール写真というものをちょっと脅かすような事態に陥ってるわけですよ。<laughs> 確かに あ、これやばいかもなって。うん、うん。まあ、だけど、やっぱりこっちの分野は。うん、やっぱ、こう、仕事として乗っけておかなくちゃいけないと。そうですね。うん、世の中、やっぱり、そういうね。風、うん、になってきてるわけだから。ですね、うん。うん。多分、いい絵が撮れるようになりますよ。きっと。何が。いい絵が撮れ、取れるようになると思う。あの、4K 動画で。4K フォトってやつ。うん,うん。そう。うん まあ今ね特にあのポートレートについて言ったわけだけど <laughs> まあいろんなところでね、うん、だからなおさらねあの本当ね僕ね、ね、まあ、パパさん動画でね、うんうん、なんか普通のハンディカムじゃ嫌だから、うん、こだわりのなんか子供のやつを撮るんだとかもしそういうことばっかりに執着している人間だったら α7S2、うんうんうん、はちょっと置いといて α6300、うん、もすぐ予約しますね。<laughs> あれもねナイスショット取れるんですよだから 4K じゃないから 4K の素晴らしさに感動したからもうとにかくその α6300 を買ってですねでジンバルなりにちょっと分かんないけど安定器具にこう乗っけてですねで取りますねだってフォーカス早いっていうのはさすっげえ武器だよ うん単焦点がね結構ガンガン使えるもんねうん今の僕の持ってる5100でも結構いい仕事するんですようん視界に子供がパッと入ってきた瞬間にもうすでにピンと合ってるみたいなねうんデビューとかでもよく使えるよねあれねうんそうそうそううんそれがもっと速くなるんだからね相当だと思うわちょっと僕も出たらうんちょっと店頭でまず触ってみてほしいすごいんだろうねきっとね うん子供用に買うかちょっとあの嫁さんにさ、うんうん、嫁さんにさ、うんうん、ちょっとプレゼント欲しいっつって <laughs> <laughs> 子供もを写したいよねって <laughs> 嫁さんに買わせるみたいな <laughs> 嫁さんに買ってあげるみたいなさ <laughs> <laughs> い,い,い,いいでしょうねあれはね子供もを取る、うん、すごい。うん いいと思ういうんうよ。うんうん。うん,うん。そこ S2 にはできないところですよねうん、うん、そういう取り方がねそうそうそう、うんうん、意味はあるでしょううんそうあとねあの手持ち、うんうん、手持ち動画これもなんか楽しいね。 手持撮ったんですよね今回の子供のやつはね手持ちクリップをね結構いっぱい使ってるんですよジンバルで撮りゃいいじゃんっていうところをあえて手持ちでやってるぶら下げましたジンバルうんぶら下げてないもうジンバル外してああそういうモードに変えてうん珍しいですよ僕が普通に両手でカメラをグリップするのは両手でこう構えてあっちはこっちは歩くっていうのは もちろんストラップなんかついてないけどねうんそうそうそう下になんかベースプレートとかついててさそういう状態だけど両手でこう握ってさこう風景見ながらねとことか歩くというのはで何もういいところがあっていい光があったらさそこでレックボタン押すわけですよいやんかねそういうタイミングは測りやすいですもんねやっぱりね測るうんそう乗っけてるのと違ううんはあ でねラットでねなんかこう汚すダメージじゃないけどダメージの良さってあるじゃないですかグレーにのっけたりとかでスタビライズという世界にもちょっとこう汚しの美学があってねいや汚しの美学があってねって竜之介さんにそれは言うんじゃなくて竜之介さんからどちらかというと教わってきたことなんだけど「揺らぎは心地いいんだよ」と。 じゃあ普通に何手持ちしやいいんかって言ったらそれは何か何にも何か技がないじゃないですか芸、うん、がないじゃないですか <laughs> で僕なりにちょっと考えて <laughs> あこれかもしれないなってのあったんですよ <laughs>、うん、まあその中にまあ結構クリップ今回取り入れたんだけど、うんうん、あの呼吸 <laughs>、うん、今まで僕ねレックボタンを押した時三脚持ってますとかジンバルの時はまあ歩いた時は抜きにして大体、うん、いい固定してる時は あのもう息をずっと止めたんですよ。その10秒間、もうずっと息しないんですよ。うん。だけどね、息せずに止まってると。 ピタッと止め,止めようとするからむしろ人間のプルプルあの震えてる<ー>そういうものが変にカクカクこう目立つんですよ、うんうん、そうじゃなしに完全にカメラゆもうやわら,らかく握って、うん、で普通に呼吸をするんですよ、はい、そしたらゆっくり呼吸するとなんかね心地よいスイングがこう生まれて、うんね、変なカクカクとかねブルブルとかなしに何かこう揺らぐんですよねあ、 揺らぎって一脚で表現しようかとか前回のトークで言ったけど、うん、あっだ呼吸を深呼吸して普通のなんかがね、うん、ゆっくりの呼吸をしてでカメラ軽く握ればそれ,ですそれでいいんだって思いましたね、うんうん、僕5軸があるからねあそうそう五軸があるとこ,ことが前提なんですけどねうんそう,そうまあだから6300だったら OSS というね電図内手ブれ補正のやつをつけた上でうん、うん 最低限の微振動はね抑えた上で、うんうん、こうなんか呼吸をしながらね、うん、でファインダー覗くんですよ、はいうん、まあそれ龍之介さんが教わったんだで <laughs>、うん、ファインダー覗いてるとさいかにもなんか映像のこう光光をこう感じますよね、うんうん、光の明暗を背面ビューはさ外でやった時になんか暗い感じでさわかんないよね <laughs> 車浴もわかないしさこう覗きながらね 光ってる綺麗にキラキラ光ってるとかね見ながら呼吸をするとこうねいい感じでスイングするのねあこれはいいって思った映像的だなって思った特に何にも動かないようなでも光は綺麗だよっていうような被写体とかにやるとねすげえいいなと思ったマンホールとかはあれはね残念ながらねあれジンバルだわあれジンバルあれね僕今知ってたらねあのマンホールはなんかすげえ気に入ってて なんかよくわかんないんだけど気に入っててであの揺らぎはねジンバルでなんかこう技術的にやったんですよなんか心地いいようなんかあるかなってだけどねあれはね多分ねマンホールのとこしゃがみ込んでさでその呼吸でね呼吸撮影法みたいな軽く構えてさこうゆらゆらって感じでさななんとか呼吸法んとか呼吸法そうそうそう。 怪しい通販みたいな。うん。一曲で、<laughs> うん。ビデオ一脚で、なんか、<laughs> あの、何故意的に、人為的に揺れを、なんか、八の字とか、円形とかで、故意的に作り出すんじゃないよと。ねうん、人間の呼吸にただ従って、カメラが行くとこにこうね、勝手にもう、それでブレ、ね、あの、うん、こい何心地いいスイングができるんだよと。うん、それだけなんですよ。うん、多分う,、ね、うん。あそれで、なんか気持ちいいクリップができたと。うん。うん んかね現場行くと何かこう勉強になることありますねうんそうだってさ α6300 なり α7S2 なりんかこう手持ちで全部作ったって言ったらさすごいよね価値があるそれでいいものだったらカメラ一つでね カメラ一つで、うん、そうだいぶ軽量な軽装備になる、<laughs> <laughs> うん、昼間やったら本当なんかそれこそズームレンズ一本つけといてさ、うんうん、その時でいいじゃん、いいねーなんか、手持ち縛りもやってみますかやりますか、ね、勝負しますか、<laughs> なんかあのほらスライダードリー的なさ、はい、<laughs> なんかこうカニ歩き、 あれ難しいでしょうねきっとね、うんあ。あら辺はね多分ジンバルの存在意義なんでしょうねきっとね。うん。歩、ま、き、あ、あも含めてね、うん。うん。確かに一人称的なっていうのかな、うん、一人称的な映像っていうのかな、うんうん、はちょっとブレがあった方がいいよとかなんかいろいろあるじゃないですか。だけどねじゃあブラックマジックをね うん、全く手ぶれ補正機構とかそういう機能のないレンズとかつけてさそれで普通にじゃあ一人称的でそっちの方がいいんだとかっていう人がさそこのカメラとレンズ持ってこれい歩くなり走ったりしてみろよって、うん、<laughs> もう全然使い物にならない映像だってことがわかるよねよっぽどそういう本当にあえてわざとそういうようにしない限りねガクガクですからねそうそう,そう,も,うもう本当話にならんぐらいひどいして、うん、酔っちゃうもんね、うん、だからね程度問題で スタビライズされたやつにちょっとダメージ的にね、んなんかこう微振動加えるなり、なんかすんだったらわか,か,か,かるんだけど、上下度とか、そうだったらわかるんだけど、基本的なね、あの微振動はね、押さえとかないとね、厳しいわ、と思います。とにかくね、手持ちはちょっとね、 僕は、いいな、うん、いいな思った、<laughs> うん。特にね、特に、まあ、前も言ったかもしれないけど、あの、フィックスのビタッと止まったやつと、ビタッと止まってるやつの間に入れるといいですね。なるほど。うん。そうそうそう。うん。なんか多分ね、人間ってね、飽き性だから、なんか3分ぐらい、めんどくさいな、こんな見なあかんのって、こう、YouTube さ、<laughs> 再生してさ、でもこれ、お気に入り登録してし、まあ、しょうがないよね、こう見なあかんなって、見るじゃないですか。<laughs> 僕のやつをですよ例えばね見てもらってるとすると、うん、そしたらねやっぱねずっとフィックスでまた次も固定でピタッピタッピタッしかも地蔵も動かんね葉っぱも動かん <laughs> 全部なんかスチールかなあでもなんか虫がちょっと、ね、アリが歩いてるとか蚊が飛んでるとか一応動画なんだなってっていう時にやっぱねちょっとした揺らぎあるとねあーちょっとなんかあ映像なんだなってうんあるんですようん安心感が安心感がうん だからねやっぱ心地よい揺,揺らぎっていうのがオーディオの世界ではさ心地よいノイズがあるんだよとかさなんかあるんだね人間ってねそういうのがあるんだねうんうん面白いね面白いっすねうんそう、うん、そういうなんかさ、うん、なんかうん なんかさギターで言うとさ、なりのいいような感じの弾き方とかさ、なんかそういう美味しいところを映像のね、あ、これやられたなって、竜之介さんこれやってきたなみたいなさ、美味しいとこやってきたねみたいなさ、なんかそういうのでなんか会話できていいよね。うんこの間のさ、何、秋場じゃないやかだったっけ、浅草 あれもなんか結構いいところがあったからねそういう意味で,ああう,でうんあなんかさんか今は思い出せなくて申し訳ないんだけど <laughs> 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 思い出せないか、はい <laughs> うんかんあったよねなんか、うん、そうなんか今回さ縦乗りのなんか音楽乗っけてきてさ「すャンスんすくちゃんすっちゃんすくちゃんすくちゃなんかね縦のやつを乗っけてきてさ オルガンなかったよね確かオルガンなかったね今回はさすがに泣いてんそうなんかさ僕うん僕もねあのかっこいいやつは撮りたいんですようんかっこいいかっこいいやつ撮りたいんすけどなんかたま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 今回ちょっとなんかあのハートフル系のね情緒であったりとか 基本そっちですよね、うん、よっちゃんのって、ね、そうなんかねうん、うん、えでもかっこいいやつも撮りたいんですよですか、うん、だからそうあかっこいいねこの映像っていうやつをちょっと次回ぐらいかないや本当はね土曜日ぐらいに繰り出していこうと思ったんだけど雨降ってたでしょなんあの雨じゃちょっとさすがに無理だと思ってね、うん、そう日曜日はそんな街中なんか夜行けないから、うんうん、夜の都会の なんかまあアストロドラゴンさんじゃないけどちょっとかっこいいやつを <laughs> <laughs> あじ違うかっこつけたやつをねかっこつけたやつ、うん、<laughs> かっこつけてないけどね別にね <laughs> <laughs> なんだろう、うん、そういうの映っちゃうかな、うん、でもまあなんか美学があるんだろうねきっと <laughs>、うん、そうそう <laughs> うんうん僕もそういうのをちょっとやってみたいですよねどうなんかどういうのがいいんだろうねかっこいいのとかって。<laughs> やさぐれっての僕好きですからねやさぐれ系が好きですあやさぐれ系えどういうのどういうのどういう状態そういう裏路地とかああまあまあうんそこはね裏路地のまあ汚いとこですよ汚いとこねうんゴミゴミとかなんか錆びついてるなんかこう木とか木造とかカラス建屋とかカラスが飛んでるとかねなんかわかんないけどうんそういう まあまあ、うん、シチュエーションはね。いやさぐれけ。うんうん、シチュエーションはね。で、取り方はさ、うん、もう、なんなんていうかな、うん、ちょっとこう、基本すっとわしじゃないけど、<laughs> うん前。前も言ってた、あの、下手馬う,、ま、<laughs> うん。じゃないけど、そう,そう,うん。<laughs> で、 あのそのクリップすべてに僕は賛同できるわけじゃなくてここちょっと早すぎるやろっていくらなんでもね <laughs>、うん、これカニ歩きのこのねドリショットは、うん、ちょっと早すぎるよねって文字 <laughs> も,も何も看板も見えんじゃんっていうのもあるしいろいろ,いろいろなんだけどだけどねやっぱり盗みたいところはあってね、うん。あなんかこの荒々しさはいいよなとかさ <laughs>、うん、俺だったら絶対こんなふうにカメラ向けてこ,こんなふうに歩かないねっていうさうん。うん なんか、なんかよくわからんけど、何あの、浅草の、あ何雷門のさ、赤い提灯がさうんがさ、もうなんかほ、ほぼ、ほぼ、ほぼほぼフレームアウトして右側になんかさ、うん、ぐわーっと、ぐわーっと迫ってきてさ、<laughs> で、なんか、左、左端の方にさ、ほんのわずかに遠くで光ったなんかビルだかなんか遠くの円形がぐわーっと近づいてきてさ、なんだこなんかこう迫ってくる感じじゃないけどさ、俺絶対こんな風に撮らないって。<laughs> わ <laughs> <る> <laughs> かんないけど、うん、なんかさそれがちょっと効いたりするんですよツボ、うん、にねツボ <laughs>、うん、にでそれをもしあのアストロドラゴンさんが狙ってってやってんだったらすごいしう、うん狙っうん、でもね僕はなんかこう狙ってかましていきたいんですよそのなんかわざとの,あの揺れとかねジンバル持ってんのになんかこう揺らしてるとかさうん まあでもね、ちゃんと選択してますから、僕は。何をたまたま撮れたやつだとしても、そこの取捨選択っていうのはやっぱり、個性が出てくるところですよね、きっとね。ああ、はいはい、うん、そうですね。これ、スポーツにするかしないかっていうところです。ああ、そういうことね。結構、いや、分かるんですけどね、なんか、最後のほう、グッとカメラが落ちてたりとか。あははいい いやなんかね、それだったらここ切るだろうみたいなところあ、それがね、なんかオペレーションミスだったら、僕、多分カットするんだけど、あ、あでもそうでもないよね、オペレーションミスも、僕がほとんどなんですよ、<ー>でそれを、うん、まあ、でも俺あ<ー>ああ、結構いいよね、結果ライで。ああ、分かった、うん、僕も結局さ、今回の子供の動画さ、めっちゃ三,三脚でさ、フレーミングし直してる、ガカガカってこう動かして、<あー> <laughs> ガカガ,ガ,ガッと動かしたり、ズームしたりとかさ、うん。 ねえで,でもそれ使ってるじゃないですか、うん、あもうそれ使っても別にこの動画は映像はハートフルだから別にいいんだと、うん、だったらもうそれであれなんですよねそうですねうん、なんだろうそこはも編集なんでしょうね,ねうんそう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 、うん、だからね僕思いましたね、えー、スタビドーっていうのがもしあるとしたらね、うん、スタビライズドーっていうのがあるとしたら、うん、スタビライズドーをまあ一旦はねそこに入門して まあ基本とか上手い人とか見て、まあ、極めていくべく、まあ、精進するわけですよ。じゃあ、そこがある程度得得したんだったら、うん、そこを捨てる勇気っていうのも今,今度は、 存在意義だっつってねそこばっかり遵守してるとなんかこう一つの殻に閉じこもってしまううんもうあんたはほっといててもスタビライズについてはねよっちゃんねあんたはもうスタビライズについてはもうたい分かってるじゃんってここブレたら気持ち悪いとかねこういうことはしないとかっていうのはもうしっかり体の中に染み付いてるから一旦それ捨ててみなよって気持ちをねうんそうした時になんかちょっと違うのがこう見えてくるそそううう うんそうだそれがさっき言ったまあなんか高級でブラスとか、うんなんかもうガクガクってなんか変なあの三脚ワークになってんのにそこ採用したいとか、うんそれで多分いいと思うんですよね。それでもうそうだね。んそうそうそう。僕はだから逆にちょっと今度はスタティックなそのなんてのピックスを取る。ああそうね。 だっもともとさゴリラポットでさちょか一番アングルでそっから始まったよねそうそうそうゴリラポットばっかやったよねでスタビもちょっとしばらく触らずにねやろうかなとなってたけど今はなんか結構スタビ率が高くなったよね今スタビ率かなり高いですよね70から80%ぐらいです PID セッティングのピノジも知らないうん。そうそうそうすごいよね いや、俺もないんだけど。いや、なんかそんな調整するぐらいやったら、もう、危機が進歩してくれよって、それまで待っとくから、待っとくからさ、危機が進歩してほしいって思うよね。そうね。なんとかなってるからね。そうそうそう、うん、しのげてるから、うん。そうだね。まあまあ、そっち系、まあ、ちょっと止めていきたいっていうところかな。 止めてねスタビやるにしてももうちょっとこう王道とかああはいはいうんきれいにきちんときれいに撮りたいとブレなしにねああああってもいいかもしんないねなるほどびっくりするだろうね多分ね急にさなんかさ別にかっこよくない爽やかな曲を流してさ ピアノのなんかさかかっすっげえなんかうんなんか超完璧なスライダーからこうスライダー的 <laughs> あのカメラワークのジンバルのね、うん、オープニングスタートしてさ、はい、ピアノかなんかのすっげえ爽やかな曲でさいやあ龍之介さんらしくないねってうん <laughs> そこをんかコメント書かれますよ <laughs> どうしちゃったんですかってうん <laughs> どうしちゃったんですかって <laughs> 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 うん らしくないこともたまにはちょっとやってほしいねうんまあそのログじゃないものを使うとかねあとかねなんかね、うん、全然なんかさ、うん、まあハンディカム的じゃないけどさそうそうそうそ <laughs> うん、いやーなんか、うん、い,いろんな掛け算だよね、うん、その 何撮影モードピクチャースタイルの選択肢 ABC、うん、その撮影フィックスなのかジンバルなのかの ABC とかね、うん、ABCDFG ってあったさそれ一個一個の要素が全部掛け算なんですよだからねそのスタイルっていうのがねうん本当ね個性分かれるそう無限にありますよねある、うん、編集の仕方とかさクリップの並べ方とか音楽の載せ方とかね<あ>、うん、そう ググレーディングもバラバラだしねうんバラバラだしね、うん、そう単純な記録をたださ物撮りというかもうずっと続けてね取るんだったらうんまあ別に同じようなものができるんだろうけど、うん、そこはまあ作品と称するだけに何かこう創作意思が入るわけじゃないですかそうすると本当出来上がるものって違うよね 例えば、なんか京都、アストロドラゴンさんが来ましたと、一緒にじゃオフ会的に一緒に撮影しようかと、二人でやってたと、違うもんができるでしょうね、きっとね。でしょうね。近々ちょっとやってみたいね。近々ちょっと京都来てくださいよ。僕ね、大体年に何回か行くんでね、京都。あ、本当ですか。ていうか、ポント帳を教えたの、僕ですよね。そう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 。いや、そうなん 本当だよ。うん。うじゃあ、本当ね、僕、京都知らないとこばっかり。じゃあ、あんなに近いとこ住んでてうん、それ知らない、知らない。なんで、ポンド場知らないのいだって、もともと僕、酒飲む人じゃないから。ああ、そう。まあ、あそこ、まあ、飲み屋だしそう。繁華街とか、寄り付かないから、子供連れてもね。うん。いや、でもね、あそこは、うん、面白いとこですね。うん。どっちに行くのうん。あの、普段、徘徊するような会話ではないんですけど、うん。でも、なんか、 写真とか映像にはすごくいいとこですね。昼間もいいですよそこでも。あ、昼間も行ったんでしたっけ。ポンドチー昼間はどうかなあ。あんまりちょっと記憶ないですね。うん、なんかね、普通にこう。うん、お店の着物の人とか歩いてて、ね。ああ。そうか。昼間はないですね、多分。うん、まあ、行きますよ、京都。ん、あ、本当に。 年だって僕ね何回行ったかな3回ぐらい行きましたよえちょうんじゃあ一緒にね現地集合して3時間縛りで2年坂とか3年坂とかあるでしょとかどこでもいいんだけどもうこの界わいで撮るぞっつってよいどんで酔いどんで僕はね多分ねいろいろ技術不足とか機材重量物とかあって3時間いるね時間多分ね 1時間ぐらいで歩いたりとかいろいろでも疲れるでしょ。休憩しながらちょっと頭整理するのね。あれ取った、これ取った、これ取ってないまだ、うんとかね。3時間いるわ。いると。3時間じゃ終わんないしな、僕いつも。あ、本当にうん。途中で喫茶店で確認したりとかね。ああ、それは一緒に行きましょうよ。あ、そうなね。うん。別に並んで歩かんでもいいからさ。それね 撮影の時にね、でもいいかから、うん、んな全く並んで撮ってそれも面白いかもね並んで撮って同じ素材をああはいはいまあねでそれまあ撮り方が変わってくるわけじゃないああまあねで後で編集するとああそっかそっかまあそれに近いようなことをさあの前やったよね一年も前だけどさ六本木じゃないどこだったっけ銀座銀座でうん結局あれね片屋 片やまあゴリラポット超ローアングルでねで僕はよくないた僕もうあれできないなえっできないよ一般ことやってたよねあのローアングルでああそうだね今思えばねローアングルって通報されなかったなぐらいのローアングルでそうだねいやまあゴリラポットちっちゃいからしゃあないじゃんということなんだけどうんそうねうんそう僕のあったっけビデオ一曲かなんか持ったっけ ですね。ああ、そうそうそううん、うん、なんかねいや成長したのかどうか分かんないねなんかさちょっと残念なのがさ結構過去の映像を見てるとさあなんかこの時のがうまかったんじゃないのって思うことが多々あるんですよへ <laughs> えーうん、そう多々ありますね、うん、<laughs> いろんな呪縛になんか今さあのがんじがらめになってさあ、あのー、そうですね、うん ありますよね。よく分かんなくなる時期ってそうそうあるあるカメラに限らずうんあるいやリリアードとかもそうなんじゃないですかああそう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 うん何かさ突然入んなくなるそうそうそう分かる分かるうん何かさ C 級だかじゃないけどねレベルとか関係なしでさ仲間内で盛り上がった時はさ適当にやったから 自己流でやってたからさガン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 玉入ったのねある時さすっげえ上手い人にんか言わされてその時にいやフォームこうじゃダメだよとかってさ一からフォーム全部強制されて直した時にもう全然ダメだよも一回やらそれと一緒僕ビリヤードほとんどやらないけど何事もそうですよね同じだよね今そんな状況だと思うよきっとちょっとそういう正直重要ですよねこれ。 重要ですね、うん、そうか楽しみですねじゃあ,じゃあなんか近々さ来てくださいよす。本当にいきますうんお楽しみだそれうんねえ、うん、じゃああれだね来た時にうんちょっと撮ってる姿を撮ってあげますわ <laughs> いやいやいや <laughs> いらんいらんけど、ね、うんわ <laughs> かりましたうん ちょっと今日はこのところにしてみましょうか。あなんかあれですね、まだ12時超えてないですね。23時54分ですね。はい。まあ、きも楽しい話を。はい、ありがとうございました。いしたはいということで、えー、アストロドラゴンさんですね。<laughs> アストロドラゴンさんと私の一眼動画についてのトーク、第24回目でした。はい。また25回目をお楽しみに。はい。ということで、えー、本日はありがとうございました。